バンフォード・スティーブンス反応とは、有機化学における人命反応の一つで、ケトンから誘導されるトシルヒドラゾンに塩基を作用させてアルケンを得る反応のこと。1952年に W.R. バンフォードと T.S. スティーブンスにより最初の報告がなされた。非プロトン製の溶媒中では、シタ体のアルケンが優勢に得られ、プロトン製の溶媒中では、 シス体とトランス体の混合物が得られる。同じ気質に対し塩基として、アルキルリチウムを作用させて、アルケニルリチウムを発生させる手法は、シャピロ反応と呼ばれ、N、C ジアニオンが、鍵中間体となっているなど気候がやや異なる。塩基により発生した N アニオンから、スルフィナートアニオンが脱離し、ジアゾ中間体酸が発生する。プロトン性溶媒中では、 ジアゾ中間体3がジアゾニウム4を経て、カルベニウムカチオン5に変わり、脱離により、アルケン 8A となる。ヒプロトン製溶媒中では、3は分解して、カルベン7となり、水素の1 2転移を経てアルケン8ビットとなる。バムフォード、W.R. スティーブンス、T.S.J., ケン、ソック、1952、4735から4740、ドイ。 10.1039 JR95 億2000万4735創設シャピロ RH o ーガニックリアクションズ o n s 1976 23 405507アドリントン RM バレット AGM アックケン百八1983 16 5559ドイ10.1021 R0086A004 ありがとうございます